様。パリさん、パリさん、パリさん、あの、え、ちょっと隠れてません？あ、まあ、隠れてるわけないや。隠れてる、隠れてるかな。まあね、あの、今治といえばね、パリさんやけど、パリさんってそんなどこでもかんでもおるわけじゃないかな。え、違う？うん。出た、今治の。待って待って待って、そうです、あの、あのこの2人ね、今治出身なんですよ。そう、そう、自己紹介ですよ。あ、そうですあの、はい、今治に来て興奮してあの自己紹介をさせてしまいましたそうですね、今治に久しぶりにやってきたので、はい、初めまして、はい、そしてお久しぶりの方もいらっしゃると思うので、私たちの顔と名前だけも覚えて帰ってください。はい、それではここでメンバー紹介。はい、まずはこのメンバー。ティリース、八幡浜のみかん満点から。ティリース、はい、柑橘の王道、瀬戸が今の旬です。皆さん、みかんには美肌効果もありますよ。ぜひ一日一個食べてくださいね。橋川美希です。よろしくお願いします。はい、玉ねぎ大好き、フルーツ大好き、14歳今治の、地元でライブができてすっごい嬉しい、真鍋姫香です。よろしくお願いいたします。お次は、はい、皆さん手拍子お願いします。パン、私が住んでる宇和島のマダイの養殖日本一、ウリの養殖日本一、真珠の養殖日本一、真珠のように輝く県、田中優香です。よろしくお願いいたします。優香ちゃん、お次は、はい、皆さんからのパンを持ってキラキラ輝きを放ちます。みんなの選ばずの一番星、 MIO 星と書いてミアです。みーちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。僕はこんなに丸い形なの、三角だったらよかったね。大きなお世話になった私の顔を見て、アボカドを思い出してください。16歳、大本穂高です。よろしくお願いいたします。お願いします。すごいね、あの、この顔を見てアボカド皆さん思い出してあげてくださいね。アボカドお願いします。正義のヒーロー、アンパンマンって呼んでください。そう、今日は私たち何笑ってるんですか。はい、知ってる方もね、いらっしゃると思うんですけども、はいはい、あの、店内の方で畑田さん、そのドライツの商品を PR してまいりました。はい、畑田さん、そうね、畑田さん、皆さんご存知ですよね、もちろん。その中にはいろんなスイーツとかもありますし、で、私でも、はい、なんと言ってですよ、お、今日何日か皆さん知ってます？何日でしょうか？11日。ちょっとあの、皆さん起きてます？あの、今日日付、あの、日付わかりますよね、皆さん。大丈夫です、わかりますよ、今日何日でしょうか？あの、変なんですけど、あの、ちょっと待ってください。11日。そうそうそう、11日ですね。はい、皆さん起きとってくださいよ。もうお昼の3時ですからね、寝ないでくださいよ。今日11日ということで、畑田、はい、ドライチ11日ということで、応援デーとなっております。いつね、11日は応援デーですね。はい、その応援デーの日なので、今日は私たちこのドライチの美味しさ、魅力を広めるためにやってきました。はい、このドライチを、今日はですね、皆さんに食べていただきたいと思って、そうですよね、試食の方もね、持ってきたんですけれども、ありますか？ありますか？ご試食の方は、東京ガスといったらもうすぐ来とった。あ、今から、今から持ってきてくれませんね。はい、サオリン製から持ってくるのかな。そうですね、ちょっとあの、言っちゃうんですけれども、畑田さんの CM ソングも私たちが、あの、歌わせていただいて、はい、その曲も今日は披露させていただきたいと思うので、オフィシャルサポートとして、ね、頑張っております。終わった後に皆さんにドライチを食べていただきたいと思いますので、はい、皆さんぜひこのドライチを、はい、今日初めての方、そしていつも食べられてる方は、今日ぜひ食べてみてください。食べてください。食べて美味しかったらどんどん広めてください。お願いいたします。お願いします。はい、そうですね、そんな畑田さんの本店は新居浜市というところにもあります。でですね、その愛媛といえばやっぱり柑橘も有名ですよね。みかん、みかんも有名。今日の今の時期は瀬戸かー。そうだろう、みきちゃんも大好きなみんま、みん、かんだかんだ、はい、テイク2ですよ、テイク2です。みきちゃんも大好きな、皆さんも大好きな、大好き、みかんのみかんフレッシュさと辛さを全開にしたナンバーを続いてお届けします。聞いてください、オレンジモンスター。
はい、先ほどお送りした曲は、はい、畑田さんの CM ソングにもなっているモノクロの曲をお届けいたしました。はい、さあね、先ほどのね、ドライチは届いたのでしょうか。ドライチはドライチ、ドライチ、ドライチ、あれドライチ、どういってどういって、はい、少々お待ちください。多分このサインで合ってると思うんでね、はい、しばらくお待ちください。はい、はい、でね、あの店内の食品館の、そう、食品館ね、はい、場所で先ほども配ったので向かって、はい、向かって左に行ってみたら、はい、食品館があるんですけど、あえてすぐくらいに畑田さんの店舗があるので、ぜひ皆さん立ち寄ってみてください。そう、それでですね、ドライチでちょっと思い出したんですけど、あの皆さんちょっと聞いてもらっていいですか。ちょっとあの私のドライチちゃん話なんですけど、大丈夫、ちょっとだけ聞いてみよう、ちょっとパカッと開けたんですよ。20秒経過。それでパカッと開けようとして20秒経過、手を伸ばそうとした。はい、パカパカ終了。あの30秒経てないよ、行っちゃったよ、経った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 、あれ、ミキだけは30秒経ったんだけど、2分くらい経ったけど、一言だけだったらいいよ、一言で、あのドライチを食べようと思って。はい、終了、終了、終了、はい、ピッピッピましょう。ほのかちゃんが言いたいことをまとめると、うん、ドライチ美味しいけん食べてみてねってことだと思います。そういうことですね、うん、はい、で、店内もね、あの食品館の前であの販売しておりますので、ぜひ皆さんこの後のねライブ、そして今治新都市さんでのお買い物を楽しんだ後には、ぜひ畑田さんの方にも寄ってください。はい、はい、じゃあこの3人で続いての曲を待って、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 はい、ちょっと無視しないでくれますか。しないよ、しないしないですよね、皆さんね、おかえり、どこ行ったん。あのなんかドライチの曲は、はい、さあ続いての曲はこんな美味しいドライチちゃん、そしてね、皆さんに食べてもらうのはもちろんなんですけれども、ね、これからもこの美味しさがずっとずっといろんな人に食べて愛されるようになりますようにという思いを込めて、続いてのナンバーをお送りいたします。聞いてください、いつまでも。私夢見てたんだ、小西さん、大根さん、キュウリピーマン、そして愛媛のみかんちゃん、太陽の大地からたくさん愛情を注ぎます。いつまでも自然の中になんだか眩しくて、私はあなたに夢中なの、強くて優しくて大人だけで大好き。
の今ハタの店員さんいらっしゃいました。分かった分かった追いかけっこしてるんだ。これはドライチもらえるか今取りに、まあ、ではないですね。追いかけっこしようですよね。追いかけっこするとね。まあじゃあ、わかんない。私がもうライブ中に追いかけっこしに行くから、ちょっとあのいなくなったら、皆さんで止めてください。いなくなったら、いなくなっても続けましょう。続けましょう。私はほんとに思っといて、じゃあのドライチをね、本当にどうしても皆さん食べていただきたいので、ぜひね、この機会に食べていただきたいと思います。はい、はい、だからどうしたの。いや食べていただきたいと思うのでですね、必ず最後にドライチちゃんはやってきますか。あ、なるほどなるほど。ですね、私たちのライブが終わった後に、はい、ルパンの方で皆さんにドライチをね食べていただくので、はい、それまで少々お待ちください。はい、さあ続いてでラストナンバーとなります。
私たちのステージ最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。さあこの後はここでブーカンが行われます、はい、先ほど歌った CD、はい、そしてなんといっても今日はやっぱり11日と16日で、はい、鳩田さんのドラ焼き、ドラ焼きをね、ドラ焼き、あの塩バタードラ焼きなんですけど、そのドラ焼きをこちらの方でも販売させて、はい、販売はしないんですけども試食は販売します。で販売はあの先ほど言ったスクリーン館の場所で販売、鳩田のねお店がありますので、ぜひそちらにも行ってみてください、はい、そしてですね、はい、皆さんあと3日後、何の日か分かりますか？3日後、はい、そう、私の誕生日。あ、嘘ですね。あの、私の同級生の誕生日。あのですね、あの全部違います。信じないでください。バレンタインデーです、ね。そうです。そう、バレンタインデーということで、畑田さんのお菓子でね、チョコラです。チョコラで、ね、まさ、皆さんなんか美味しそうに言うチョコラです。聞こえました？聞こえました？さあ、さあ、さあ。そうなんですよ。あのちょっとあくびしないでくれます？あの、はい、商品はですね、あの金時さん、畑田の金時さんに、うん、なんとチョコレートがそうですよ。これもですね、あの一貫の食品館の方で販売しております、はいはい、そしてあのご試食もございますので、はい、ぜひこちらの方もね、自分のご褒美、そして大切な方とかね、カップルの方、家族に、もらうだけじゃダメですよ。お、はい、お、もらうだけじゃダメです。感謝の気持ちを込めて送るのも大事ですよ。大事ですよ。はい、女性の皆さん待ってますよ。はい、OK ですか？ぜひぜひそちらの方もご賞味ください、はいはい、最後はそんな美味しいドライチがこれからも皆さんのところに手に渡って食べて笑顔になりますようにという思いを込めて、はい、最後は皆さんで魂で締めたいと思います、はいはいはい、それでは行きます。はい、愛するあなたの葉っぱ役、みんなの心にオルゲン。